電波が悪い。なんで？なんなん。うわ治った。Wi-Fi が重いのかな。寝落ちをしました寝落ちしてしまいました。すみません。びっくりした自分もね。仕事で帰ってきて、まあ、7時8時ぐらいで、あやばちょっと寝よう一回横になろうと思って気づいたら24時過ぎてる。わーってなりましたね。でも不思議と焦らなかったね。まあ、チケットそろそろチケット結構たまったなって思ってた時期で、なんかそんなに焦りはしなかったんだけど、うわー過ぎてると思って。ここ数日はゲームもあんまり、ゲームもコナンもあんまり見ず、そう全然なんか行き急ぐのに精一杯でしたね。うん、まあそうチケット使ういいタイミングだったかと思って、そう、まあ、びっくりはしましたけど。ハートありがとうございます。ギフトありがとう。うん、そう明日歌唱力の順番が決まるじゃん。どうしよう、一番怖い。感じですね。焦り焦りピュン。そう、見守ってください。ドキドキね。もう祈るしことしかできないからな抽選は。 NGT がマジでばらけるといいよね。本当にマジで本当に明日8時からかな抽選もう騒ぐよ私は。一人で一人でただただ家で騒ぐよ。あーっつって、あーってに家じゃないか一人でああってなる。バババババババボンボンボンって。歌唱力の観覧登録はあさっての4時。あ、そっか、そうなんだね。まあでも一応ね1時販売もまたこの前が先行販売で1時販売もあるので、まあね大丈夫だと思うんですけど。さああさってはゲーム部めっちゃいっぱいあるので、しあさっては、おしゃべり会で、その次の日はカホの卒業公演いっぱいですよ。もう6月は休みないです。6月は休みなしでもうドタタ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 ッと駆け寄って、そしたらカホがもうやめちゃいます。やだウェーウェーウェー。今日最後のカホのあのレッスン場だったんです。早いと思って、なんかカホの卒業を聞いた時にはまだまだ先だなって思ったんですけど、気づいたらね、うん、悲しいそう、ピャン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 ピャ
湧いてる。ギフトありがとうございます。あざじゃます、あざじゃます。うん、あ、そう、たまたまね、最後の曲、最後にレッスン上でやった曲がマックスだったんですけど、そう、たまたまです、偶然の産物。なんかね、エモいねっていう話をしてましたよ。いやー、なんかね、メンバーが一人一人こう卒業していく、まあ、同期がね卒業していくごとにね、まあ、スピーチでも言いましたけどね、マジでね、どうすんねんっていう話、もうどうすんねんっていう、マジで割とガチで、なんでいるのっていうもうね思うよね。もう別にスピーチで話した通りですけど、そう、そうだよ、今日はるちゃん誕生日ねえ、20歳だったよ、大声春が、大声春かが20歳。うわ、なんか自分が20歳になった時も、なんかでも自分が20歳になった時に春ちゃんに話した気がするけど、2年ってあっという間だったな。いや、ってかもう22回って感じだね、私。そういえばなんか春ちゃんが20歳になったことでちょっと実感湧いたわ。なんかまだまだ20歳ですキロみたいなイメージでいたけど、22だわ私、もうお姉さんですね。まあね、13歳14歳の時からね、もう6、7年6年経ったってわけですよ。かあ、そりゃ私もみんなも年を取りますねえ、まだまだ10代みたいな気持ちでいた。気づいたら多分ね、もうな、もう20代終わるわみたいな時になっちゃうんでしょうね、気づいたらね。ああ、いや、うん、怖い時の流れは。別に年を取ることは怖くないけど、そんなに今んとこまだ若いので。でもなんか時の流れは怖いね。もう2024年も半分終わろうとしているっていう怖さがある。うん、はるちゃんとご飯行きたいね。ギフトありがとう。イエーイ。そう、上半期終わるのよ。ビビリ散らかすよね。ビビリビビリバビリブーだよ、ほんと。ビビリビビリブー。ちょっと意味わかんないこと言っちゃった。もうテンションだけで乗り切ってっからさ、配信を。そこそこ眠いし。マリピアの動画、あ、そうだ、なんかガホが上げてくれてるって言ってたんで、私見てないんだよな、まだ。インスタをさ、私本当に見ない人なの。だからさ、すっかり、ちょっと見よう、今。ほんとだ、嫌いなのかもしれない。リール作ったって言ってましたね。かわいい。いいですよ。いや、イルカショーね、良かったんですよ。パラッパッパッパー、帰りそう、歩いて帰ったんです、爆笑。見ました、イエーイ。
なんで歩いてなの、え、なんでだっけ、あ、なんかご飯食べようって言ってご飯を食べようといろいろ探したらあの辺ってちょっと歩かないとなくて、で歩いて帰ってきたらバス乗ろうと思ったんですよ。でそのそしたらバス超混んでて歩くかっつって歩いて帰った。なんか新潟2キロのレンタサイクルとかもあのなんかまあね、そう自転車で帰るかみたいな話もなったけど、あれも4人分あのあっち側になくてそうそうそう、だから結局ね、結局ずるずる歩いて帰った。そこそこ長かったんだけど、でも全然なんか帰り道って短く感じません？行きよりも、なんか行きよりも帰り道の方が早く感じるみたいな気がしてて、そうのんびり話してた。そうそうそう、 JK いっぱいいたJK で学生さんで詰まってて、でもなんかちょっと先の別のバス停行ったら空いてて、あれ空いてるやんって思って、なんかそこの路線がちょうどなんか多分行き先というか何出発地点が多分学生がいっぱい乗るところで、だからあの本当乗る場所さえ違ければ全然バスで帰ったんだけど、まあね、コスパいいんで、コスパ悪いかなんつったやろ、ね、別にね200円とか300円とかね出してバスで帰るよりも歩きながらね喋りながら帰ったって別にねフルプライスと言いますか、うん、フルプライス、プライスレスなので、うん、そうなので、そういや護国神社から帰った時はなんか天気悪かったんじゃなかったっけ、なんか寒かったか天気悪かったか、寒かったんかな、うん、なんかそっちの方が大変でしたけどね。でもね楽しかったよ歩いて帰るの。でもなんか普通に疲れたね足はねでもねいい思い出ですね。いや楽しかったね、マリンピア、そもそも、うん、そうマリンピアはね前に1回行ったけど、そうマリンピア閉館早いんだよな、5時とかで、私基本的に生きてて夕方からし何生き始めるからさ夕方から起き上がって、ね、人生始めるので、だからなんかあれですね、そうでもイルカショー初めて見て、そうイルカショーね、そうなんかあんまり人生でまあ何回かあるんだろうけどちゃんと人生で見た経験あんまなくて、イルカショーよかった、なんかびっくり、あんなすごいんだね、なんか音とか目とか目線とかで、目でこうやってやったらあるなんかこういう技をやるみたいなのをちゃんと頭で多分理解してて、イルカさんが、あイルカってそりゃ人気者だわって思いながら見てましたハイバルみたいなこと言っちゃった、そう、うん、すごいよねイルカ、そう急にね LINE 来ておもろかったんだよな、そうマリンピア行かないかなっつって、マリンピア行くなんて、でもなんかさスケジュールも合うかどうかなんて分かんないし、はるちゃんも忙しいし我々もね公演あったりとか、カホも卒業間近だから、そうなかなかね今月でしたけど行ったのは、そうなかなかあれかなとか思ってたけど全然行けてよかった、うん、いい思いで最後に作れましたね。あ、1506日ありがとうございます。2期減っちった、3人だよ3人もう地元の子、地方組がいない日のだけになっちゃった、やだ、もう知らない、日のだけになっちゃった、新潟じゃないの日のだけになっちゃった、このチーム、メウメウ、
よろ、はい、支えてください。ファンの方が支えてください。一人になっちゃったんでまあね、ミウはあれだけど、お一人様だけど。ギフトアザザマーズ、そんな感じかしらね。終わるか。お休みしないとね。ねえ、ということで壇上を読みます。13位くにさん、12位栄太郎さん、11位市田さん、10位たむひろさん、9位ひのひいのさん、8位たかおいちゃんさん、7位よったさん、6位わたちゃんさん、5位しんごさん、4位むつきさん、3位突破球さん、2位げんごろうさん、1位ひゅりげたさん、ありがとう。ということで来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。またじゃあ明日おやすみむらー、バイバーイ。